はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。ということでですね、アメリカに行くまでのため撮り最終章となってます。ありがとうございます。いや、ちょっとね、この動画がいつ出てるかわからないですが、とりあえずラストのため撮りとなります。はい。そしてね、もうサムネタイトルちょっとどうなってるかわかんないですけども、もうね、左上の字チーム見てもらったらわかります。僕がおそらく今回の OB で、一番強いんじゃないか。これもう忖度なしで。はい。マジで強いんじゃないかと思ってる打者、こちら。ミスター赤ヘルこと山本浩二です。ありがとうございます。いや、このね、山本浩二さんが、まあね、ブーマーも強いよ。王さんも強いよ。ただ、全部含めてね、全部総合的に見たら、一番強いんじゃないかと。称号もした上でね。だって見て、守備やばないこれ。守備 A の、補給 A、スローイング B、肩 B。で、超パワー比、広角、チャンス。で、ミート A、パワー A、83、85よ。これ、称号で偉いこっちゃなるよ、これ。ワンチャンカブレラよ、これ、カブレラ。カブレラぐらい強いよ。パワー比強化入ったしね。で、成績えぐ ?3 割3分6厘、本塁打44本。打点112。いや、ちょっとね、僕ね、山本浩二選手動画にしたことあったけど、ちょっと待って、調べていい?あ、一応あるわ。一応あるけど、もう3年前っすね。いや、もう忘れたわ。うん、使用感。もう使用感忘れたということで、早速、小チャレしてね、使っていきましょう。山本浩二です。あれだ。山本浩二ね。いやー、これ惜しいなー。2枚やったら山本浩二やったのに、なんで5枚も、称号、極めちゃったんやろ、A ランク。とりあえず、5枚使うわ。うん、一発。ちょっとね、結構マジで強くなってほしいんで、バズーカ、打撃を極めしもの、脅威とスラッガーどれでもいい。いや一番、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、強っ。え、でっか。え、マジででかい。え、マジで大きい。これ大きすぎる。おっきい。やった。で、リアタイのオーダーなんですが、なんとカプジュンでされたす。いや、カプジュン来ました。え、VIP のカプジュンってめっちゃレアじゃない？俺多分ね、ほとんどカプジュンやったことないんで、ちょっとこのカプジュンで山本浩二さん使っていきたいと思います。何してんねん！フラッ、本物？浦島太郎さん？え、マジで？亀を助けた浦島太郎さん？え、あっ、マジで。ということですね、山本浩二さん2番、あ、相手も山本浩二センターや。これちょっとね、聖夜1番で、山本浩二さんをチャンス出したいんで、聖夜2塁打絶対打って。聖夜ナッツ。鈴木聖夜マジで大谷の影に隠れてめちゃめちゃ打ってますからね。大谷のせいでちょっと薄くなってるけど、キャリアハイですから。メジャーで。マジですごいよ、聖夜も。OPS もね、800以上やし。うん、やばいよ。よし、2塁いける、聖夜。え、ボール止まった。ボールが、さあ、全出し。いや、惜しい。え、これ全出ししたらやばいやん、これ。チャンス出たら。えぐ。いや、買えんの早っ。しかもこのユニフォームめっちゃかっこいいし、ウルトラのユニフォーム。いや、いけるかな、コウジさん。どう？落ちるじゃん、落ちるじゃん、落ちるじゃん。よーし！よし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 、まあ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 、OK。キヌガッサ来ました。はい、皆さん、お待ちかね、キヌガッサですよ。いや、キヌガッサさんもパワーヒッターやからね。いや、ちょっと藤川さん強すぎるわ、マジで。さあ、前田さん、懐かしい。いや、もうマジで打てる気せえへん。よし、超える。いや、まあ、最低限。男の最低限。おいせー。ヒーロー、なんかね、広島を燃やせって歌詞変わったんかな。確かに広島を燃やせってちょっと不謹慎よね。なんか注意された。けど俺はそうやって見た。え、ボールやろ。よし。いやー、ちょっと歌詞調べよう。さあ、ちょっと久々の外駒選手ですね。ちょっと待ってな。今、応援歌調べてる。え、荒井応援歌不謹慎って出てきたんですけど。え、ちょっとなんか荒井選手の応援歌が出てこない。まあ、よかったら皆さん荒井選手の応援歌ちょっと教えて。うん、もう調べんのめんどくさいんで。てか、外駒通んよ。やっぱ外駒って、最強やな。やっぱ最強やな。マジで。やっぱ外駒選手、いやー、いいなー。はい、強い。浦島太郎、手回しも出ません。さあ、ちょっともう一回山本浩二さんに回したい。藤川球児、マジで打たれへん。抜けてお願い。もう。ちょ、もうマジで無理。ディアスしか勝たん。セカンド守れる人いないの。あ、コウスケ守れる？セカンド。まあ、いっか。もう菊池行こう。
チュニジュンじゃねこれ。相手チュニジュンや。チュニジュンバーサスカプジュン。いや、いいね。うん、全然違うかった。センター山本浩二やったわ。なんやそれ。一人だけ赤いねん、センターが。うわ、やっちゃった。オッケーオッケー、いいよいいよ。チャンスなくても打てるから。山本浩二さん、応援歌なしです。いや、いいなぁ。いや、山本浩二さん、マジでいいわ。ちょっと、応援歌入れよう、次。てか、俺のカプジュン、なかなかカプジュンじゃない？なかなかまともなカプジュンよ。まあ、そんだけ課金してるからね、超えない。よし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 、これ回ってくる、これ回ってくる。せいや、よしよしよし。これ、ゲッツーじゃなかったら回ってくる、浩二。ちょっともう次、カプジュンやめていい？もう正味カプジュンじゃなくていいよね。もう二巡したし、これ。オッケー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 、全然オッケー、全然オッケー。それが一番いい。さあ、よっしゃ行こう。打つよ。今まだ全然アウトなってないからね。いやー、オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、いや惜しい。もうちょいもうちょい下やったら今ホームランやったな。絹合戦行こう。なんかさ、気のせいかもしれんけどさ、今のところ山本浩二さん使ってみたのし、対戦相手全員山本浩二入ってんねんけど、やっぱ山本浩二の時代来てるんやね、やっぱりね。間違いなくこの世は山本浩二時代ですよ。いや、山本浩二代ですね。よっしゃ、シュートいいな。よし、走るよ。いや、これ全打しチャンス来た。いや、刺されるかな、かい。いける。よし、いや、出ないか。オッケーオッケー。ちょ、これマジ狙おう。うわ、応援歌入れるの忘れた。やば！マジか！今バット当たってた今なあ。今バットにボール当たってなくなかった今。なんかもうボールがここやとしたらカーソルこの部屋あったで今。どういうこと？バット太いってこと？コージのバット。さあ、ちょっとね、これ、ちょっと疲れが見えてきましたね、ビップね。ため撮りの、うん、ため撮り疲れしてきました。はい。まあ仕方ないね。いろんな意味でも疲れますよね。さあ、集中。あ、応援歌入れるの忘れた。オッケー。なあ、もう最悪もう。いや、急に嫉妬はあかんすわ。さあ、ちょっとそろそろもう一本打って終わりたい年頃ですね。年頃ではないけど、集中するわ。オッケーオッケー、パーフェクト、いけるいける。応援歌入れるの忘れた。村上選手ね、マッスラね。マッスラと、うん、何それ。マッスラカットツーシーム、いけ。よーし、しかもタンダ、マジか。今の入らんか。結構甘いとこ来たけどね、今ね。はい、ということで、あ、また相手山本浩二監督が、うん、山本浩二さんがセンターや、相手も。え、山本浩二だやん、今。抜ける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 、セーフセーフ。よし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 、さあ来た。これ全出しいける。盗塁しよう。成功、絶対盗塁成功で全部出す、全部出す。全部出んかったけど、何それ。あ、応援歌入れるの忘れた。一打先制のチャンスになりましたね。いやー、ちょっと今また角ってなった。今角中でした。ブーマー全出し99 99。えぐー。君の声は遥か遠く、君の声は遠く、君の声は遥か遠く、君の声は遠く、君の声は遥か遠く、君の声は遠く、君の声は遥か遠く、君の声は遥か遠く、ああ、遥か遠く、君の声は遥か遠く、ああ、オリックスバファローズ。さあ、来ました。あー、ちょ、まだやまだやった、まだやった。ずっと君の声は遥か遠く歌ってた。まだやった。回して、工事まで回して。うわ、最悪。さあ、山本浩二さん全出し。いやー、オッケーオッケー、いけるいける、これはいけるよ。マジ集中するわ、もうこれで決める。いやー、いけた。ストレート狙ってます、ちょっと。いやー、まあけどちょっと、うん、まあまあ、山本浩二さん、センターのレギュラーかもね、これ。さあ、回ってきました。もう一打席。Dチャンスです。これ打ったらさよなら。これで決めよう。いやー！え、マジ？マジ？え、こんな綺麗に終わることある？